僕、座右の目、明日できることは今日やるなって言ってるんですけど、いや、それは本当、最高ですね。俺もそれ、どっかで聞いたことあるな。トルコのことわざとからしいんですけど、ググって出たことないですよね。<laughs> 誰かがトルコのことわざと言ってるらしいという情報ばっかりしか出たななバーナード・ショーが言ってた言葉で<う>あの格で、格言に感動してはならない。 実践していない証拠だからっていうのがあるんですよ。それが結構好きなんですよ。はいはいはい。あのそのループしてる感じがいいですね。<laughs> はい。なんかいいなよくできてんなって思うんですよね。確かにメタ視点。はい。おおさすが。 よくそういう、変わったの覚えてますよね。<laughs> はい。いや、これもなんか、調べても、賞がどの文章で書いてたかがあんま出典がないんで。なんか、勝手に日本人の誰かが作って、なんか言いそうな、ニーチェとか賞とか、そういうの言いそうだから。つけてんじゃねえのかなって感じもするんですよね。<笑><笑>それっぽいこと言って、バーナード賞ってつけると、格言になるみたいな、ね。そうです、なんか、どんな文章でも、ニーチェとか賞とか、あ、あとは、パ、<laughs> あパスカルとかつければ、なんか、なんとなく成立ですよね。<laughs> あ、海外では有名な国みたいな <laughs>、いっぱい言葉残してるから。<laughs>